どうも皆さんこんにちは、安価民間富所でございます。富チューブでもありますね。なかなかチャンネル登録者数が伸びず、再生回数も伸びず、苦戦が続いておりますけれども、楽しくね皆さんの役に立つ情報を引き続きお届けしていけたらななんて思っております。今日も聞いてください、よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。お友達紹介よろしくお願いします。切実ですよ本当にね。切実が言えてないですけど、さあ今日はですね、皆さん今日10月28日が何の日かご存知でしょうか。そう、群馬県民の日でございます。群馬県民の日、よいしょね、1年に一度やってくる、群馬県民の群馬県民による、群馬の祭典の日ですね。そんなお祭りが行われてるイメージもないですけど、皆さんあの群馬県民の日のルーツって考えたことあります？知ってます？どういうきっかけで群馬県民の日が作られて、どういう目的を持った日なのかっていうことなんですけど、まあね、群馬は休みになる日だろうって言ったらそれまでなんですけれども、やっぱりこういった何か一つのものっていうのをどういう目的でやってることなのかっていうのを一つ掴むことでですね、またなんか過ごし方というかね、積み重ねみたいなのが生まれるんじゃないかって僕は思ってますんで、ぜひせっかくなんで、ね、こういう機会に群馬県民の日のルーツを知っていっていただけたらなと思うんですけど、まずですねこれ定義なんですけど、群馬県民の日、郷土の歴史を知り、郷土についての理解と関心を深め、自治、自分で治める、自治の意識を高めるとともに、より豊かな郷土を築き上げることを期待する日というふうに書いてありました。はい、郷土の歴史を知る、ね、郷土についての理解を深める、関心を深める、郷土学習ですよね、まさにね。はい、で、自分の自治、自分で治める、自治の意識を高めるとともに、より豊かな郷土を築き上げることだ。まあ、郷土の歴史を知って、郷土のことを理解して、郷土に対して関心を持ったら、群馬県のことは自分たちでこう考えていこうって、まさに政治とかもそうかもしれないですし、町づくりとかもそうかもしれないですよね。自治の意識が高まり、より豊かな郷土を築き上げることを期する。だから人に何か作られることで豊かな郷土っていうのはないっていうことを、もしかしたら群馬県民の時ずっと言ってるのかもしれないですね。にもかかわらず、この群馬県民の日にこぞってディズニーランドに出かける、ね、それが今までの群馬県民の日の歴史でございますね。まあ、それはいいんですけれども、まあ、そんな群馬県民の日なんでございますけど、これ実際何の日でどういうあれで作られたのかっていうのをまたちょっと調べてみましたらですね、せっかくなので皆さんにねクイズでちょっと出していきたいなと思うんですけど、この10月28日という日は何の日かっていうクイズなんですけども、3択で、選択肢を出しますんで、ぜひ選んでいただけたらと思います。まずは明治4年、名前が群馬に決まった日、名前が群馬に決まった日、明治4年。そして続いて明治9年、明治9年、形がほぼ今の群馬の形に決まった日、だから鶴馬の形に、今の形の群馬県になった日、そして最後昭和58年、だいぶいきましたね、県民総参加で大成功を収めた赤城国体が行われた日、この3つのうちのどれかが正解の10月28日きっかけなんでございますけれども、いかがでしょうか。チャン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 、はい、1番でございます、正解。明治4年の名称が群馬に、なった日、それが10月28日ということなんでございますね。皆さんご存知だったでしょうか。だから要は名前が群馬県になった日がこの10月28日で、それが群馬県民の日ってなってるってことは、まあこれも郷土の歴史を知るっていうことなのかなと。また一つね、群馬に興味を持っていただいて、理解を深めて、関心を深めて、自治の意識を高めて、より豊かな郷土を築き上げたいねということです。より豊かな郷土を築き上げたいなんて、これはみんなが思ってることですからね。それがこのやっぱり郷土を勉強することで、まあここに近づいていくっていうことは、ちょっとね、一つこの群馬県民の日をきっかけに、知っといていただけたらなと思うんですけど、これちなみにのちなみになんですけど、この明治4年っていうのは太陽と地球の関係で暦を作っている太陽暦、今使われている太陽暦ではなくですね、月の満ち欠け、それを利用した太陰暦というものが使われていた時代でございまして、実はこの太陰暦で10月28日、これ太陽暦にすると12月10日らしいんですよ。だから実は10月28日って真の意味での群馬県民の日じゃないらしいんですね。でも12月10日かな、確かね、太陽暦で12月10日になっちゃう群馬県民の日、
年の瀬だし、うん、忙しい、師走って忙しい、うん、坊主が走らなきゃいけないぐらいですから忙しい。さらには群馬県だと、まあ、雪めっちゃ降るところもあるよねと、あんまよろしくないんじゃないか、じゃあま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 あ退院歴の頃の10月28日のままで行こうかっていうのがそのまま残って、これが群馬県民の日でございます、だそうでございます。これも大事ですよね、今日の歴史ですね、まさにね。だからまあ一つ分かることは、やっぱ群馬県民はそういう風に臨機応変にですね、あまりルールというものに縛られず、その時その時でいい方を選択できる、そういったもしかしたら民族性がね、この群馬県民というね、民族にあるのかもしれません。ぜひこの辺を意識して皆さんも、楽しい群馬県民の日、そして、楽しい日常生活、そして豊かな今日を一緒に作っていこうじゃないかということでございました。はい、ということで群馬すみません、アンカンミンガ富所、改め富チューブでございました。チャンネル登録よろしくお願いします。お友達への紹介よろしくお願いします。